ばったの。そうだったら、そんなあの人を守ろうとしてアルが立ちふさがって、ミリアムさんがさらに守ろうとして犠牲になって剣になって、教官は怒りと悲しみに飲み込まれるように世界の終わりの引き金を引いた。そして実のお父さんは教官にさらなる何かをさせようとしている。哦，有感受到，有没有？間違いなく、今この瞬間もあの人はずっと自分を責めている。ミリアムさんを守れなかったって、取り返しのつかないことをしちゃったって。确实就是李嫣会做的事。だったら、そんな教官の胸ぐらを掴んででも、違うだろう。そうじゃないよって、何としても分からせてやる。それが皆さんにしかできない役目なんじゃないんですか。言うわ。あなたたちがやらないのなら、教え子の自分たちが動くだけです。あの人には恩も借りもある。必ずや見つけて勝を入れてみせます。バンダールとしてではなく、トールズ第二新七組として。教官は私のことを根気よく導いてくれました。自分で考えて自分で決めろって、それが私としてあることだって。だから私は今ここで決めます。みんな守ってみせると言ったミリアムさんの意思を継ぐことを。全部都要保護。絶対に教官を取り戻して今までのお礼を伝えることを。キュキュ。やれやれ、参ったわね。うん、いつの間にか追い抜かれてた気分かも。いや、実際にそうなんだろう。先に目を覚ましていたのに、何かしようとあがくわけでもなく、やるべきことから目をそらして悲しみと虚無感に囚われていた。我这边我觉得还说得过去啊，因为大家起来就是面对一切的事情，你不知道从哪里开始琢磨。那尤娜他们角度，毕竟就是目击了案发现场，自己也是当事人，所以对尤娜来说就知道他们现在最重要的事情就是一个，就是救出李恩。对，那学长姐们。正因为他们很优秀，所以会考量的不只是救出李恩这一个选项，而是各方的选项都会去做考量。然后就像我说，你这个现在的状况其实真的很难，不晓得要怎么解决啊。对，那现在就很单纯，好不好？管他的，管他的世界，我们先救李恩再说。啊，もう恥ずかしいな。自分をどやしつけてやりたいよ。一步一脚印。先走出那第一步再说，对不对？管他的。そうだな。そうだった。みんな守ってみせるか。確かにミリアムはそう言っていた。ならば我らもまたその魂を体現するだけのことだ。いつも誰かのためにあがき続けた。不器用で大切な仲間のためにも。そしてあの日、彼やミリアムとやり遂げると誓った大方針。表においては戦争を食い止め、裏においては真実を見極める。その誓いを果たすためにも。继承李恩的所有的意志。記憶を取り戻してたっぽいし。ああ、それこそ殴りつけてでもこちら側に引き戻すべきだろう。走来论。そうだな。やるべきことはいくらでもあるね。例の新法も施行されたみたいだし。ええ、儀式以降咲き始めたという黒いプレロマスも調べましょう。やれやれ、本当あんたたちと来たら。よかった、これで。でもこれからだよ。私たちは教官に加えてミュゼとアッシュにも会わなくちゃ。もちろん
代理のみんなとも。ああそうだな、取り戻してみせます、すべてを。これそうだ、一切ぜひ私たちも協力させてちょうだい。礼を言う。リアンハイメス、この上ないカツを入れてもらった。サンクス。サンクス。この逆境においてこそ我ら7組の進化が問われよう。今こそ新旧の区別はなしだよ。ああ、同じ目的を共有する対等なる同志、同輩として、同罪、互いの力を最大限に生かしながら一緒に乗り越えていこう。はい。完了，全部都可以用的感觉，有没有？要选择困难症了。如果全部都可以选，优娜，我没有选你，你应该不会很 QQ 吧？哎呦，隐形飞船，间谍飞船，啊，他们的崛起军。利用特殊的魔法，有没有让它呈现隐藏状态？这就是有魔女在的好处，超越科技。哇！人四二零第三飛行艦隊の索敵範囲を通過しました。よし、第二種警戒態勢に戻せ。北北西。おもかじいっぱい。北北西に進路。Yes、コマンダー。連動も十分、各地の仕掛けも抜かりなくか。あなたたちが全てを仕切っていたら、あの内戦はどうなっていたかしら。まあ結果は変わっていまい、1年ほど伸びたやもしれぬが、総主宰が違っていたらと今でも思うことはあるがな。確かに買いかぶりすぎですよ。おお、来了，崛起君主帅。こうして無事この間にいるのも皆さんの助けあってのことですし、それを全て取り計らったのがあなたであるのも確かでしょう。ええ、数万手先を見極める、鉄血殿にも劣らぬ察して、能看清几万步后的未来，不逊于铁血的骑士。现在的角色每一个都超级强，有没有？像一直觉得很厉害的是那个稻草人，他是能够就是看到真相，他的那个超神第六感，对不对？而这个呢是可以有一点预知能力了。あなただったら結社の使徒すら務まるかもしれないわね。連使徒都够格。噂の名士という方にはお目にかかってみたいですけど、ですが所詮私も黄昏を止められなかったみ。アッシュさんが入手した特殊拳銃、あれを見逃したのは痛恨の極みです。还是有看漏。あれが分岐点でした。もし目撃してさえいれば手の打ちようもあったのですけど。女神の巡り合わせ、いやそれこそが呪いか。ええ、因果律を狂わせる強制力。でもさすがね、それを逆用する対抗策を組み立ててしまうなんて。我忘了，以这个画面来看，妙杰当初应该是有看到他拿枪做出反应吗？但 anyway 有没有？他至少是说他没有看出那一点，然后制定政策。最悪にして最低の策ですけれど、世界そのものを人質に取るような、教官たちに顔向けできないような。挟持全世界当人質。シュバルツァはともかく、7組の面々はどうしているやら。確か。魔女殿の里に揃って落ち延びたのだったな。ええ、そうみたいね。
クローにアッシュ君は別にして。有人说那时候还有注意到亚修的动作，但是不晓得他是藏着枪，只看到他动作怪怪的。最悪の結末を目の当たりにして立ち直れているかは分からないけど、大丈夫ですよ、きっと。ユーナさんにクルトさん、アルティナさんたちならばきっと傷ついた先輩方を奮い立たせて共に立ち上がり歩き始める。私が同じクラスで共に過ごしたのはそういう人たちですから。一切都在他的算计之中。这飞船也是很大，而且它旁边，哎呦，丽奈迪家，同一艘船吧，对吧？呵呵。可惜啊，頼んでもねえ妻。记得对啊，那时候他被救出来。我没有拜托那家伙，是指妙姐吗？こんなところにかくまわれなくても、てめえのケツくらいてめえで。お。ま、あれは。没错啊。你爱用的机甲兵，反正基本上，我觉得妙姐应该就是说服他，反正让他们成为共同战线。现在这感觉来到很深层地底啊！还记得我们的封面吗？被绑起来，被困住的，哇尼玛！神秘的黑色绳子，圣剑也变魔剑了。面具不戴啦。啊，原来他是克洛。ここにいたのか。なんだ、あんたらか。神速杜巴利。戏份也真的很多。なんだとは何ですか。すっかり記憶を取り戻したみてえだな。はい。そろそろ状況が動きそうだが、お前さんはどうするんだ。契約は切れ、やつらの駒として動く必要もなくなった。だったら青の乗り手としての役目を果たすだけだ。すべてが終わるまでの短い間だがな。へえ。あなたは。苍的使命是。俺としてはむしろ好都合ってもんだ。じいさんの弔い合戦のリベンジのチャンスだからな。あんたをわざわざ楽しませるつもりはねえが。そりゃ残念。替他报仇，那应该还是想要。ま、気が向いたらぜひとも相手をしてくれよ。对决宰相吧。因对克洛来说，宰相就是有着不共戴天之仇。あなたもあなたです。どうしてそんな。惚れさせちまったかい。て、主大好きっ子だったか。いや。可能性があるとすれば。ありえませんか。まったく、公園といい、戦記の娘といい、人のことをちょろいんだの、なんだの。いや、その通りじゃ。おっきい。それはともかく。之所以他戏份这么多可以理解了。彼のことは。結局どうするんですの。鲜明的个性。很好位置。やつ自身の問題だ。ただまあ、今の手たらくじゃ相手をする気にもなれねえな。